日本鹿児島県市木串木野市冠ンム岳カンム岳は、鹿児島県市木串木野市の大技。旧薩摩国日置郡串木野湖冠ンムリ岳村、日置郡串木野村大技、冠ンムリ岳、日置郡串木野町大技、冠ンムリ岳、串木野市、冠ンム岳。郵便番号は896-0051。人口は22人、世帯数は122世帯。市木串木野市の北東部、 五丹田川の上流域に位置している。八重山山系観学が北部に広がる農山村地域である。北には薩摩仙台市百寺町、東には薩摩仙台市日脇町市日や南には川上、西には小福にそれぞれ隣接している。麻生域内の観学神社付近には巨石や史跡が多く所在している。また、旗の奉仕である除福都来の伝説があり、 2000年には、串木野市市政志向50周年を記念して、日本一の除復石像が建立された。1992年には、中国式庭園の冠岳園が開園した。1881年に、日置郡串木野里のうちであった上、名村の一部より分割され、冠岳村として成立した。1889年4月1日の町村政施行に伴い、 日置郡城名村、亀江村、荒川村、冠岳村、薩摩郡橋間村の区域をもって、日置群串木の村が成立した。これに伴い、それまでの冠岳村は、串木の村の大技、冠岳となった。1935年4月1日に串木の村が調整施行し、日置郡串木の町となり、1950年10月1日には、 串木野町が単独で市政施行し、串木野市となった。2005年10月11日には、串木野市が、日置郡市木町と新設合併市市一木市木野市が設置された。新設合併の際の合併協定書では新たに設置される一木市木野市の町名、あざ名について、串木野市、一木町の町、字の区域及び名称については、現行の通りとする。 と協定された。このことにより大技なの変更は行われず、市菊式の市の大技となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計の2000年以降の人口の推移である。市菊式の市、第二次総合計画によれば2006年以降、人口、世帯数ともに減少傾向にある。冠岳園、漢学館郵便局私立小中学校に通う、場合、 学区は以下の通りとなる。かつては地域内に一菊式の私立感覚小学校が所在していたが、2020年度末をもって並行となった。